意識で0日になって売上利益を上げ続けていくというところですけども、はい、まあ、月商がやっぱりですね、1000万以上を目指そうとすると、商品の情報を管理していくかっていうところが次のステップとして重要になってくると思うんですね。同意識の1期生から、ね、4期生まで、まあ、皆さん共通してですね、12ヶ月間の講義を通して、はい、メーカーさんとちゃんと商談の取り上げ方を覚えたり、商品の選定の仕方を覚えたり、そしてその商品を出品するっていうのを覚えたりということで、まあ、この3つをしっかりと押さえていくと、安定的に売上利益が積み上がっていくと思うんですけど、ある程度以上の売上について上げようとすると、どうその商品を一層として管理していくかっていうのが重要になってくると思うんですね。やっぱり膨大な商品点数になってくるし、在庫とか、あと販売情報とかも全て資源管理していかないといけないのでね。はい、でそうするとだんだんと、物販っていうよりも情報管理ビジネスになってくるっていう、あるんじゃないかと思うんですね。こう、入り口の段階で各商品、一品一品愛情を込めて、どちらかというと、一つ一つね、細かく見極めるっていう作業で、で、積み重なった後ですよね、一つの商品という、こう、情報になってくるので、今度はその情報管理っていう概念で、いかにね、量をこう、さばいていくかっていうね、フェーズが、どうしてもね、出てきますよね。それに関しては、まあ、1年目はね、あくまでも商品選定、メーカーの交渉、はい、商品の販売というところに集中してもらって、はい、それを12ヶ月間でやってるんですけど、その12ヶ月をコンプリートした受講生だけが参加できる、ドイプロっていう講義があって、はい、そちらの中では、スプレッドシートとかを用いた、商品管理とか、その2年目からそういうものを導入していくと、うまくこの効率的に、外注さんをうまく使いながら、ドイチを運営できるようになっていて、そうするとだんだんと自動的に売上に重なっていくっていう部分がね、構築できると思うんで、はい、ぜひそこまでしっかりと挑戦してもらいたいなと思うんですよね。まあ、基本的には作業の部分がどれだけ手放せるかっていうところで、自分の時間を作り出す。で、作り出した時間を本来やらなきゃいけない業務のところ、取引先さんとの商談だったりとか、商品で見極めると。まあ、売り方を考えるときもあっていいと思うんですけど、はい、まあ、その時間を作るために、量になったところをね、こう、いかに整理してやっていくかっていうのがね、大事になりますよね。本当、ロイ式ってすごいなと思うんですけど、ロイさん自身も、年商2億の規模でやっておきながらですね、はい、しっかりと利益を取りながら、ほとんど費やしてないですか、時間をね。そう、既存業務のところではね、費やしてない形で、はいはい、趣味じゃないんですけど、まあ、頼まれた仕事とか、自分やりたいと思うことにだけ、ね、時間を入れてるっていう状態ですよね。1週間のうち、実際に本当、ロイさん自身がロイシキのための作業としてやってるのって1週間に1度何十分ぐらいじゃないかなと思うんですけどね。それで年商2億が安定的にしかもずっと続いてるっていうのは、まあ、世の中のね、一生懸命お仕事している自営業者たちに申し訳なくなってくるようなっていう感じそれがね、やっぱ構築できちゃうっていうのがこのロイシキグッパーの魅力だと思うんで、はい、ぜひそこに向けてね、1年目でしっかりリスクを抑えた上で、はい、2年目からどんどんとその効率化っていう部分でね、どんどんと挑戦していくっていう形で階段を作ってもらいたいなという思いますね。もちろん1年目でね、基礎体力っていう部分はね、しっかりやりますけど、もうそこから先がね、勝負またね、出てきますんで、続けて継続して、コミュニティでね、一緒にね、伸びていければいいなと思ってます。で、その先には、まあ、本当に月商1000万レベルですね、安定的に、自分の時間を全然使わない状態でできるっていう風に持っていくと、もう本当、人生ね、選択肢っていうのはどんどん広がっていくんじゃないかなと思いますね。はい、では、続きご指導の方よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。